はい、静かなご飯です。ご飯の森の影から、もう起きちゃいかがと格好がなく、格好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 。はい、おしまいです。これはこっちから入るのかな。ね、そんな感じだよね。またお馬さんいますかね。ロープウェイ乗るったってね、お金がかかっちゃうから。あ、お馬さんかな。お馬さんじゃないで、今日はねサンダル持ってきたんですよ。だからパチャ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 ってできるんですけどね。ロープウェイセンター。私はいつもビジターセンターにおかれて、2020年、8月の15日、土曜日ですね。そちら方向にねビジターセンターの駐車場があるんですよ。そちらがね、ロープウェイのある榛名富士です。そして、榛名湖。あ、さすがにボートの数がたくさんですね。これはすごいですね。いつも平日に来てるから、こんなにたくさんボートが浮いてるときは珍しいですね。おー、行った。あー涼しい。そちらの桟橋はねボートを持っている人の桟橋なんですよ。そしてね、あ、やば、ちょっとビニール袋がちょっと、いけないと思うんでちょっと拾いますね。こうね、遠浅なんですよ。今日サンダル持ってるんですよ。ちょっとこれ疲れますね。ちょっと待ってください。サンダルに履き替えて、使ってみますね。あ、冷た。あ、冷たいや。
だね。あ、おいしい。皆さんも一緒に歩きますか。これね、ひっくり返ると大変なことになるよね。こんな感じ。いやー、涼しい。ここら辺ですよ。こんな感じね。あまりバシャバシャ歩くとですね、水が濁っちゃうんで。よいしょ。はい、戻ってきました。あー、すごい。じゃあね、ここで、まあ、バシャバシャしましたからね。すごい。あ、ノボルハムスなのキャンプ村みたいな。書き入れ時だね。そういう風が、ああやって進んでいくんだね。春名湖からお送りしました。このね、テントウムシでね、30分1500円ですね。すごいよね。みんな夏休みの思い出作りだからね。安いもんだよね。
着。